皆さんはじめままししてと申します、えっと、これからですね、えー、納豆ご飯、えー、簡単な作り方まあ急いでる時とかですね急いでるけどお腹空すいたっていう時とかですねそういった時に使っていただいたらと思いますで、えー、長芋の長芋吸ってで卵と海苔と醤油とめんつゆかけてますでねとしらすと 納豆ですね、これから作っていきたいと思います。 で最後にですねこのごま油ですねこれかけていただくとあっさりして美味しいですそれではいただきます すごく美味しいですご視聴ありがとうございました